おはようございます。おはようございます。だってもう昼になりそうですね。今、11時42分ということでね、2024年の4月の10日の水曜日です。いい天気でね。まあ今日は、ね、ちょっと、いつもとは違う場所でやってるんですけどね。まあ大体終戦記念日あたりにね、行く場所で、羽田のね、天空橋ってあるんですよ。で、そこにこう、大鳥居があってね、で、まあ、戦後というか、終戦すぐにちょっといろいろ、米軍に、出てけって言われて、なんか、2、3日でこう出てった場所なんですよね。で、結局、神社なんかは全部なくなっちゃったんだけど、鳥居だけがなぜか残ったというね、まあ、そういうようなところで、まあ、僕も2年ぐらいなので、知らなかったというか、大鳥居があるっていうのは知ってたんだけど、どこにあるのかというのはわからなくてね、で、ふらふら歩いてて、思えば遠くに来たもんだという感じでね、羽田空港までね、ちょっと歩いたりして、その時に、偶然発見した大鳥居のそばでね、まあ、ここはやっぱり終戦というか、8月15日にはやっぱり来なきゃいけないだろうということで、結構ね、8月15日近辺にはね、去年も、15日きっかりじゃないんですけども、来て、まあ、いろいろライブとかやったというかね、まあ、配信とかしたんですけど、録画で撮ってね。で、やっぱり海が近いというか、もうほとんど海なんですけどね、多摩川が流れ流れて、多摩川が、海にね、波川の水が海に流れていくみたいな、そんな感じで海なんですけども。いやで、風が強くてね、今日あたりだと大丈夫だななんて思ってて来たんですけどね、今日はまあ、やろうかななんて思って機材抱えてきたんですけども、やっぱりちょっと風が強くてね、まあ去年もそうなんだ、このぐらいの風かな、結構風があってね、やっぱりちょっときつかったんですよ。で、それでなんだ、携帯っていうかカメラのね、動画で、もう一緒に撮ってて、音は、ビデオカメラの、音じゃなくて音はその、カメラのね、音で。で、それでこの、ではね、ビデオカメラってことでやったんですけども、今日はね、ちょっとそれができないっていうか、写真撮りすぎたってそれだけのことなんですけどね、ちょっとまあ無理かなと思ってやってるんですけどね、でもなるべく風がね、ビュンビュン来ないようなところで、やろうと思ってね、引っ込んだところでやってるんですけど、それでもなんかこう、ね、おいらの体なんかにはバンバン風が当たっててね、で、風をなるべく隠そうと思ってやってるんですけど、なかなか難しいなってね、まあ、この辺だったらどうかなと思うんですけどね、やっぱりちょっと風が来るかなみたいな、そういうことでね、せっかくの、配信なんですけどね、やっぱりボケボケになっちゃうなみたいな感じがありますよ。というか、やっぱり風の音がね、ちょっと厳しいなみたいな、そんな感じではあるんですけど、というか、俺寒い。まあね、できるだけ、できたらいいななんて思っていますけどもね、どうなのかな、まあ、そんなに風は来てないですけどね、まあ、俺の背中はもうギンギン風が当たって冷たいみたいな。まあそんな感じでね。で、まあ今日は、ね、ちょっと出かける予定なんかもあったりしてさ、ね、朝早くから、ね、起きて、今日ね、3時半に起きたんですよ。で、それでなんで3時半に起きたかっていうとね、前の日ね、もう8時半には、ね、もう横になって、そのまま、ぐっすり眠ってしまってね、で、次に起きたのがね、12時半、そして3時半っていう、そういう形でね、で、だから、ね、ある意味、ね、たっぷり寝てるんでしょ。ね、だからまあ、ちょっと早めに3時半で起きても、うだうだやりながら、ね、そして朝、ね、早めにと思ってて、いたんですよ。で、まあ、春ですからね。まあ、春寒っていうのはあっても、まあ、そんなに寒くないだろうと思ってたら、結構7度とか6度ぐらいまで行っちゃってね。まあ、結構寒くて。まあ、1枚上着れば全然平気でね。もう今、どっちかというともう春モードですから、そんなに冬モードで着込んでどのコンドじゃないからね。だからそういうような感じで、まあ、ちょっと鼻水がちょろっと出るぐらいってね。まあ、鼻水外食の花粉症みたいなこともあるんですけども、まあ、それは置いといてね。なんか、まあ、置いとこう。で、それでこの鼻水が出るぐらいなもんで、ちょっと寒いとか言いながら、まあ、靴下履いたり、一枚着込んだりね、そんなことやってる間にも朝になるな。で、朝になったらね、なんか気温はやっぱり分かんないんですけどもね、朝になると、すごい光がドカーンと入ってくるんですよ。朝日がね、朝日の当たる家、ね、ドカーンと入ってくるんですよ。で、これは今日は晴れだなって思っててね、で、晴れるってことは、まあ、風を考えなければ、お日様がギンギンギラギラ、ね、そんな感じになるので、これは風さえ強くなければ、ね、結構暖かくなるじゃないかと思ってね。で、前の日がさ、やっぱり風が強かったんですよ。だから、そんなにめちゃめちゃに風が強いっていうか、まあ、同じ低気圧が同じ場所にいっぱいいるわけではないだろうと思ってたから、まあ、大丈夫だろうなと思ってたら、案の定大丈夫でね、結局、10度、15度ぐらいまでは行ってるんじゃないですかね。で、今の状況だとどれぐらいなんだろうね。今の状況だとね、最高気温が16、あ、これ仙台か。仙台でも16度あるってのはやっぱすごいな。で、今の時期でね、13.5 度ね、この辺では。だから、まあまあそんなに悪くないでしょ。13度あればね。まあ、あったかいとか暑いとか汗かくとかっていう感じにはなんないけども、13度あればまあ、寒くはないですよね。凍らないよな。だからまあそんな感じでまあ、いいなと思うけど、まあ風がちょっとね、ただ、その風もそうなんだけど、結局、もう、
海ですからね、海と、ね、要するにその海側とかが全部多摩川流れて、ね、合流して多摩川流れて多摩川から海に水が入るという、そういうところだからやっぱり海風みたいな感じでね、やっぱりちょっと風が強いのかななんて思って、この前もそうだったし、まあ夏だけどね、ただやっぱりそういう意味ではちょっとね、寒いっちゃ寒いんだけどさ、まあいいだろうと、ね、でまあボツになりボツになったりさ、まあね、ただボツになった時の方が面白いこと言ってるし、変わったところに出てきてるからね、なんかこうボツも結局ね、泣く泣くボツにするんだけども、なんかもったいないなみたいな感じがするんだけどね、うん、まあまあでも仕方ないです、野外だからね、何が起こるか分かんないね、本当にそうなんですよ、こんなところに人がいないなと思って人がいるんですよね、一生懸命お皿の枚数数えたりとかねするんですよね、昼間でもね、うん、今日はそういうことで、まあある意味ずっと歩いてきたんですけどね、やっぱり歩いてくるとなんか面白いこと浮かぶっていうか、まあそんな面白いことではないんだけど、あ、こんなことやったらいいよねとか、あんなことやったらいいよねとかね、そんなこともいろいろ思ってきてね、いろいろ考えたんだけど、うん、やっぱりね、せっかく散歩してるんだからね、散歩しようってことになってさ、これ面白いんじゃないかなと思ってね、で、まあ、考えてみたらさ、散歩をまとめて、例えば写真でもそうだし配信でもそうだけど、まとめて散歩とかやったことってねないんじゃないかと思うんだよね、特にまあ、どっちかというと気まぐれで行き当たりばったりだからさ、うん、ね、それとその定期的にさ、散歩とかやってるわけじゃないからね、毎週金曜日にやりましょうとかさ、そういうことで散歩やってるわけじゃないので、本当にもういい加減に今日もね、結局どこに行きゃいいんだっていうことでさ始まったんだけどね、まあいいや行ったら行ったでとは思ってて、ね、いろんなとこを歩いたんだけども、その歩いてもその同じ道はやっぱ歩きたくないし、知ってる道は歩きたくないし、でも所詮ね、海があるわけでもないし、山で遮られるわけでもないので、結局その辺の歩いてる道にぶち当たるだろうななんて感じでいつも歩いてるんですけどさ、記憶にある道に出てしまうとなんか、あ、ここだねってほっとしたりするんだよね。で、こっからだと大体どういう道があるかなってわかるじゃないですか。だからその面ではね、やっぱり結構ばっくりするっていうのもあるんだよね。だから今回もここ道で、ここの道行ったらどこに行くんだろうって、そんなに進んでなんか歩いてることは歩いてていいんだけども、そんなにあちこち行ってなかったって、そういう場合もあるしさ。まあいろいろあるんだけど、今日はね、洋式というところからね、うん、6号ってところに入って、羽田に出てきてってことなんだけど、まあ大体7割ぐらいは知らない道歩いたんですよ。というか1本わざわざ、ね、やっぱりこう、ちょっとあれだからさ、ひねくれてるから1本外して歩いたりなんだったんですよ。商店街っていうのはもうほとんどね、大したことなかったんだけども、結構ね、閉店になってる店舗があって、シャッターが閉まってたんだよね。で、まあ同じような商店街を歩くにしても、そのシャッターはさ、大体回転してる時開けてあるから、シャッターは開けてあるからね、もうなんていうかシャッター見えないんだよ。ところがシャッター下ろすとさ、ね、結構いろんな、面白い絵とか書いてあってね、まあ、お店の名前とかそういうのもあったけど、ね、あとマークとか書いてあってね、これ結構面白いんですよ。で、二つぐらい面白いのがあってね、これシャッター降りてるやつを写真に撮って集めれば面白いかなとかね。うん、で、蓮沼の方に、なんだ、本蒲田、元蒲田とか、あの辺かな、なんか、蓮沼の通りにね、石井さみさんってもう亡くなっちゃった漫画家なんだけど、確かね、記憶に間違いなかったら石井さみさんなんだけど、七飯ライダーっていう漫画をチャンピオンかなんかに書いてたと思うんですよ。この石井さみさんの、そのチャンピオンの、ヒット作というか代表作なんだけども、その、なんていうか表紙をね、単行本になった表紙を、表紙のいいやつをさ、商店街がずっとね、全部違う絵を、いろんな絵をさ、シャッターに描いたっていうのがあって、今もその中の少しは残ってるんだよ。だからそういうようなことで、こう、商店街にね、石井さんがいたから、そういうような展開とかもあってね。あとはまあ、やっぱりどうやって立川があっちの方でこう、映画館のやつとか、あとはまあ、アート系の人が、描いたやつとか、まあそういう、まあシャッターがあって、商店街がね、まあそういうことで企画でやってたっていうことはあったんだけど、なんかね、結構面白かったよね。とんかつの豚がちょっと可愛かったりとかさ。うん。だからこう気まぐれでね、そういうシャッターを集めてみようかなと思ってね。あと、前、多分ね、もうそれはカメラで、撮って、出したんだけど、ペンギン食堂っていうのがあってさ、ね、大衆食堂とかわかるんだけど、ペンギンがさ、ね、どこだっけ、羽田空港の近くだったっけな、どこだっけな、あってさ、ね、そこにこう、ペンギン食堂ってペンギンが、書かれてて、ここはペンギン来るのかなと、クイーンさん。ペンギン定食とかあったら面白いよなと思ってね。うん。まあそういうのとかね。うん。南極サワーとかね、飲み物としてはね。うん。まあそういう感じで、なんかそういう面白いポスターみたいなの、あとさ、いたずら書きみたいなのもあるじゃないですか。いたずら書きって言ったら怒られたのかな。いたずらアート。ね。うん。だからまあそんな感じで、まあ、それをなんかこう、まだまだ、要するにその、俺が歩いた時って大体回転してる時だから、ね、閉店した後とか、定休日とかにぶち当たったら、そういうのが面白いかなと思ってさ、考えてさ、うん。今日も何枚か撮ってきたんだけどね。うん。そんなことやってるから、だから、なんだ、保険で、音の方を携帯のカメラで撮るときは見にはいかないっていう、そういう状況になってたわけですけどね。
で、まあ、そういう風にして気まぐれで歩いてたらね、なんか、今ちょっと風強くて、やっぱり海の空にいるからあれだけどさ、歩いてる時はすごい暖かくて気持ちが良くて、風もね、そんなに、いや、考えたんだよね。やっぱ海の方行くと多分風強くなるななんて思っててさ、でもここの天気は、まあ、だいたい10時とか、そのぐらいの時期なんだけど、いい感じだなとかって思ってさ、ね、ついつい、よし、じゃあ、構えようか。いや、でもこれから行き先としてはやっぱり海を見に行かなきゃいけない。なんか、突然ね、多分1年に何回かあるんですよ、海に行こうという日がね。うん、で、その時に一番近いのが羽田沖っていう感じで、羽田の海って感じだからさ、よし、じゃあ羽田まで行くかって、とこ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 歩いてきたんだけどね。うん、で、まあ、とことこって言ったってさ、考えてみれば、9時ぐらいから歩いて、今まだちょうどお昼ぐらいでしょ。3時間ですよ、たったの。ね。まあ、行ってしまえば普通にさ、歩ける、範囲ですから、ここは、まあ、やっぱお隣さんということで、ね、毎日歩く道ではないとしても、普通にいつでも歩ける道だということで、お隣さんですよね。うん、近場ですよね。これがまあ、もっと遠くになってくるとさ、ね、で、考えてみればさ、俺、昔から歩くの結構歩いてたからあれなんだけど、板橋にいた時に、大体渋谷まで歩いてたんですよ。ね、で、これが大体3時間か。ああ。ね、ですから、まあ、大体3時間ぐらいまでは歩けると。で、一時期やっぱり歩きすぎておかしくなったのが、板橋から逆の方に西新井とか抜けて、ずーっと歩いて、もうとんでもないところまで歩いて、亀有まで歩いたって時がやっぱり大変でね、朝から歩いて帰ってきたね、夜中の10時ぐらいだったかな。うん、だから12時間以上歩いて。うん、まあ、結構歩いたんだけど、それはさすがにね、しょっちゅう歩くっていうか、お隣じゃないですよね。亀有南までね、板橋から亀有まで。それはまあ、ちょっと、まあ、最高記録ではあると思うんですけど、それはまあ、あれとして、3時間、だから、要するにその、片道3時間だと往復6時間で、帰ってくるでしょ。ね。それだったらまあ、大体ちょっと遠足行ったと思えばさ、とかいうか、なんか出かけたと思えばさ、ね。まあ、それ、交通、ね、電車使って行ってもいいけど、まあ、大体、ね、十分な距離じゃないですか。3、6時間ぐらいだったら。だからまあそういうことで、まあ3時間ぐらいまでのところをお隣区域というふうにね、設定していこうかと、思ってね、いたんですけどね。まあそれも気まぐれですからね、本当にね、ずっとやるとは限らないけども、とにかく毎回ね、毎回とかたまにこうやってね、天空橋まで来ると、やっぱりそれぐらいですよね。だから天空橋来て産業道路通って、大森抜けて、うん。ね、逆のコースも考えたんだけどね、多摩川から田園調布に行ってみたいなね。あっちも面白いからね、気分の問題なんだよ。うん、行こうって感じになれば、そうだ、海を見に行こうとかね、そうだ、飲み川を歩き倒そうとかね、そういう風になるとね、ついついやっちゃうんですよ。意味もなくね。ただ、そうだ、どこどこで行こうっていうのが、やっぱり一つのキーワードですよね。まあ、これはやっぱり昔のね、そうだ、京都に行こうって言われてた。ね、降り続いた雨が雪に変わるのとね、きっと君は来ないとかね。いや、来ないけど行っちゃうよと。行っちゃうはいいんだけど、行った先がどうなってるかっていうのは、それはもう、それはその時の問題だからね。まあ、しょうがないとして。まあ、まあ、まあ、そんなこと思いつつさ、ね、そうだ、どこどこに行こう。ね、そうだ、アメリカに行こうとかね。まあ、こんなんとかね、まあ、平気だもんね。そうだ、スーパーマーケットに行こうとかね。だからまあそんなような感じで、本当気まぐれでね、なんかこう、そういうシリーズも、またせっかくね、2024年だからなんか、一つか二つぐらいは、なんか新しいことやりたいなとか、まあ新しいことでも何でもね、ただね、散歩するだけなんだけど、そう散歩することになんかこう、意味を持たせるためには、なんか新しい散歩ってどうなのか、散歩っていうのは散歩、1、2、3歩で散歩なんだけど、2歩ずつ歩くっていうのもあるよね、考えてみればね。うん、これは散歩ではないんだ、2歩なんだ。ね。なんかこう、もう散歩っていうこと自体がシャレなわけだから、二歩っていうのは全然通用しないわけだから、意味もないんだけどさ、この意味もないというのはやっぱり意味がありそうな気もしないではないんだよな。うん、意味があることばっかりやってたら、それはもうあまりにも当たり前すぎるから意味のないことをやると。ね。だから二歩、ね。これから俺は二歩歩くか、なんて、ね。一、二歩終わり、なんてね。まあそんなこともあるしね。十六歩もあるしさ、ね。何歩歩こうもいいだろうからね。損保っていうのもあるか、損害保険かやとかね、まあいろいろあるんだけども、まあそんな感じでね、まあなんかこう新しいこと、新しくもね、やな、本当にな、もう、まあ大体ほら、できることって限られてるしさ、ね、今更なんか勉強するって気にもならないし、まあ勉強した方がいいと思うんですけどね、でもその勉強自体が、まあこうやってね、ぐずぐずやってることで一つも、あ、これはあれだな、あ、一つ勉強したなって思うこともあるわけだし、だから勉強するのも一体どんなもんかなと思ってね、まあそういうことは、いろいろと考えるわけですから、生きてること、それがすなわち勉強だよと、こんなかっこいいこと言ってみたいな、で、いや、今言ったけどさ、言ったけど、中身ないからさ、ね、気まぐれだから、中身ないからさ、これなんて中身だ、ね、生きてること、それだけは、それ自体が勉強なのだっていうことをさ、こう、やっぱ説得力というものが、ないからね、今ね。うん、そうね、終わっちゃう感じもあるしさ、うん、話変えよ、みたいな人もいるしさ、うん。黙っていなくなる人もいるしね。いや、まあそうやって考えればね、本当にこう、でも何かしらの説得力があって、ね、してる勉強っていうのがやっぱり人生であるよみたいなことを言うと、意外とその何かしらの説得力が相手に伝わってするわけだよね。で、自分でも分かんないんだけど、何かしらの説得力、ね、何かしら、ね、本当そうなんだけど、うん、まあとにかく
いろんなことがあってね、まあそういう意味では、まあちょっとどうなるのかなっていうのはとてもあってね、どうしたらいいんでしょう、本当に。まあ、風邪さえね、まあ、とにかくさ、せっかくやってんだから、もう 100% さ、ちゃんとね、雑音も入らずみたいなことを思うけど、やっぱ難しいよね、それね。それがまあ一つのね、試練。ね、試練があるなら3連もあるだろう、ね、5連もあるだろうとね、なんだそれはっていうね、まあそういう風になってくるわけですよ、だんだんね。しかし、こうやってぶつぶつやりながらもさ、だんだんマジになってくると、どうやって帰ろうかってことを真剣に考えてしまうわけですよ。ね。道はたくさんあるんですよ。だから、その道をどれを選ぶかっていうのは、まあ一つのね、くじ引きみたいなもんですね。ルーレットみたいなもんですね。回れ回れって話なんでね。回れ回れって言うからね、結構遠回りするんですよ。この道行きたことないからこっち行ってみよう。でも全然反対だから、どこ行くんだろうな。回れ回れってね、言うからね。しょうがないなと思いながら、間違ってね、羽田で飛行機乗っちゃったりしてね。まあそれもいいんだけどさ、でも俺パスポート持ってないから密航か。やばいな。やばいな。パスポートなくて、なんだ、マイナンバーかなんかでなんとかなんのかしら。いや、パスポート作るときにはマイナンバーいるけども、マイナンバーがパスポート代わりにはならないよね。ね、どうなん、ね、ダメなんだよ。マイナンバーはもう不滅ですぐらいのところに何でも使えますみたいな感じになってくると、ね、マイナンバー使いましょうって感じになるけど、ね、外国行くときはね、パスポート見せてね、マイナンバーでダメですかダメですって言われちゃうもんね。だから、今、あまりにもマイナンバーでね、ダメですってのが多いよね。やっぱり免許証とかの力が本当に強いよね。でも免許証って運転しなきゃね、持てないわけだから、ね、いや運転しなくてもいいけどね、運転するためには持ってなきゃいけないもんだから、みんなが持つものじゃないでしょ。あれがあれでさ、ね、マイナンバーは一応みんながね、持つみたいな意味があったでしょ。うん、それがダメだというのは本当にわけがわかんないですよね。うん。いや、ただダメな理由もすごくよくわかってさ、ね。今のデジタル庁とかなんとかも本当そうだけども、何やりたいんだろうっていう話はすごくあるもんね。うん。いや、別にほら、交換言われてるようなことではなくて、マイナンバーもやっぱりちゃんと使えば使う秘密はあると思うんですけどね。だけどそれ以上の使い方をしようと思うからさ。ね、マイナンバーだから、例えばその、無駄なものでいいんですよ。無駄なもので。ね。はい、マイナンバーを無駄じゃないものにして、これはありがたいもんだって言ってするからおかしくない。あんなものはどうでもいいんだよねってさ、本当はもう みんなが持ってほしいなと思いながら、あんなものは大したことないから、いらんよってみんな、そうか、ポイントつくしな、という感じでね、マイナンバー作ってくるかもしれないよ。もうでもただほら、何がやれるかっていうことをいろいろと、マイナンバーで、これができます、あれができますっていうこと自体がもう、やっぱりちょっとそれおかしくないみたいな、そういう感じもない。ね、いや、だから、マイナンバーでやることがおかしいことではなくて、マイナンバーがあるから今までやってることをやめようってことがおかしいんですよ。ね。まだまだね、まだまだ長い歴史を考えたらね、そう今までやってて、なんかめんどくさいけど、あんなことやってたっていうことの方が確実だよねって年寄りは思うわけ。ね、若いやつは知らないけどね。で、実際に、そのマイナンバーとか AI とかっていうものを使ってやったものがいかにさ、ある意味非人造的かってことだね。確かにデータだとかそういうものに関してはすごく便利なんだろうと思うけど、いかに人間的ではないかっていうのはわかるよね。でもなんか人工知能とか言ってね、人工の知能があるんだったら、本当の知能なんかいらねえだ、本当にね。俺たち、ね、バカだねって、だから、例えば人工知能っていうのは、やっぱりあの人工知能はバカなんだぜっていう話にはならないんだろうな、多分な。ああ、人工知能すごいな、頭いいよね。物忘れしないしさ。でも、あいつ、ギャグ考えられないもんね、みたいなね。あ、いや、今までのあるギャグは考えられるけど、今までのあるギャグってみんな知ってるギャグだから。で、知らないギャグ考えてみなさいよ。いや、AI だから考えられるんだろう。いや、でもさ、全部データ集めたものを組み合わせるだけだから、そんなもんね、本当に構わないですよね。突然できるものにね。うん。で、それがなんかまるで人間のようにさ、ね、なんだかんだってやり出すと本当腹立つんだよね。で、人間でやったら人間がやってたら腹立つとかさ、バカ野郎とか言えばいいんだけど、AI でやったらさ、バカ野郎って言ってもさ、なんとかしてくれ、なんとかしてくれって言うわけじゃないですか。ね。だからそこにね、何もないんだよね、結局ね。本当にだからそういうものを頼っちゃいけないってことがあるんです。頼らないでどうするかっていうことをもう少し考えた方がいいんじゃないですかね。やっぱりその、いらないものがいらないっていうことじゃなくて、いらないものがなぜいらないのかっていう、そこの部分だよね。本当にいらないのかっていうね。絶対いらないのかと。どうしてもいらないのかと。いろんな言葉があるじゃないですか。で、言葉は覚えてても、AI は、感情まで出ると思うんだよね。本当にこれはもう、どうしても必要だの。ケツに力が入る。どうしてもっていうところが AI にわかんないでしょ。ね。で、頭って電気切れたらっていうかね、努力切れたらもう、何も答えてくれないんだよ。ね。でも、やっぱり人間の残したものはやっぱり例えば一枚の紙であったとしても鉛筆の力の入り方が違うとかね、紙がすごいいい紙でできてるとかね、インクがすごいもう消えにくいとか、そういうテクニックがやっぱあるんだよな。 AI ないから電気消えたらおしまいやんかね。本当ですよ。だからそういう面ではね、やっぱりどうよって感じがすごくあるのね。それを要するにそこまで信用していいものかどうかっていうのは あるし、俺はまだまだだと思うしね。だから確かにね、たくさんね、ポイントつくのは嬉しいけどさ、だって買うもんねえんだもん、ほら、ポイントついたってさ、どうすんの？ポイントついたかって何なんだ？ね、
そういうことなんですよ。ね。だからまあ、それが良い悪いっていろいろあるから、まあ、それはそれでどうでもいいことなんですよ。ね。いや、だから本当どうでもいいことなんですよ。だから今僕が言ってるのはどうでもいいことなんですよ。ね。そのどうでもいいことに、が面白いと。ね。なんかいろいろとこう、ね。どうでもよくないことってやっぱり考えて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 、これはもうこれしかないよ、どうでもよくない、これはなっていうんですよ。どうでもいいことっていうのはそんなに考える必要ないの、ポッと言ってしまえばいい。ポッと言ったところにさ、その考えて考えて、ポコンと抜けちゃうだけのパワーがあるんじゃないかなって思うのよ。ね、そうでしょ、それが人間で、だから人間というのはすごいなと思うんですよね。本当に、ね。その人間をさ、なんかこう、なんとかしようとしているっていうのがよく分かってさ、ね、まあもちろんだから、差別とかなんとかね、まあ理不尽なそういうこともいっぱいあるわけだけど、ね、でもやっぱり、それと、やっぱりその、AI がやる、ね、理不尽ではないけども、ね、なんかこう、データに乗っ取ったものとっていう話でいきゃさ、なんかこう、その、アホみたいなことっていうものの、その、血の通ったあったかさみたいなものっていうのがさ、ね、いや、そんなものは、必要ないと。そうやってね、言うんだったらいいんだけども。でも、俺たちやっぱり何でも生きてくると、ね、やっぱり、そういうことって結構あるしね、うんで。そういうことで成り立ってるかもしれない部分のパートっていうのも多少あるんじゃないかって思うわけだ。だから AI をピシッとやってるのはそれはそれで素晴らしいこと、合理的にバッテリー OK だと思うけど、それだけではないんじゃないか、人生はと。ね、ね。何が無視だよ、人生は。AI だよ、人生はって言わないでしょ、そこはたかしも。ね。ね。何は無事だよ人生は、ここで行かないとやっぱりダメなんだよねって話だな。日本の場合は特にね、演歌演歌、ね、演歌でいいんか、演歌でいいんか、いいんか言ったね、ほんとそんな感じで、でいいんかになりゃ、いいんになればいいってもでもこれまたないですよ。あー本当にだからそういうことを考えてみた時にね、なんだろう、何がいいのか分かんないですよね、なんだかんだでなんだろうって、ね、まあ、そういう感じがとてもするしね、それがまたなんだかんだで面白いことじゃないかと思うんだよね。まあ、あれだよ、昼間だからこんなこと言ってて、夜になるとまた違うからね。夜になったらやっぱ、お嬢さん、お手をどうぞ、みたいな感じ。そういう感じでやらないとダメだよね。ね、ラストダンスは私に、これですよ。ね、それがやっぱりまあ、面白いんじゃないかな。ね、夜は夜の、ね、あれがあるし、昼は昼のね、あれがある。そこら辺も、やっぱり分かるか、AI で、みたいな感じだね。でもインプットしてみれば分かるって言ってもさ、だってインプットされなかったら分かんねえんだろ、で分かんねえやつに AI がさ、かっこいいこと言ったって、お前それ赤坂なんかで言ってた言葉やろみたいな感じになってくるに、AI はお前の言葉は何なんだって言った時にさ、ね、分かりませんと言われて、お前素直なやつだなと思って、本当に分かんないもんね。俺たちだったら、いやいやいや、ちょっと待って考えるからとかなってさ、そういう答えまでが出てきたと、まあ、例えば人間を、ファイルすればそこまではできるけど、でもその後のさ、人間のわけの分かんない考え方っていうのは、これ多分ね、俺絶対できないと思うんだよね。だからそうなんだよね。で大体その例えばできたとしてもさ、ハッと考えてこれつまんないなと思ったらさ、使わないし、ね、面白かったってもさ、誰か真似してるかな、真似の誰かの真似かなとかね、誰かのヒントがあるかなとかっていろんなこと考えてやるからさ、でパロディとかそういうものね、だからほらある意味そういうものをさ許さなくなったっていうこともあるよね。盗作って言ってね、僕ら一番なんかなんとか作っていうの有名なのは佐藤栄作さんっていう人がいて、栄作ね、うん、大川栄作っていう人がいたけどね、そっちの方が有名だけど、でも盗作同じもんだったら多分盗作したら盗んだっていう話はね、あいつもやってるけど俺もやってるんだけど、どこがありっていうのはあるかもしれない。パロディとかそういうものってのはやっぱひねるからさ、参考にはしたけど盗作にはならないでしょ。だから替え歌なんてそういう感じだと思うよね。メロディーはさ、ね、メロディーはごめんなさい使いました、ベートーベンさんのメロディー使いましたね、それはもうジャズジャズさんも一発で決まります、わかります、はい、でも言葉は違いますよね、うん、ボブディランの歌はメロディーは使いました、でも言葉は違いますね、風に吹かれてじゃないですかね、風が吹かれた、風が吹かれてとかね、風にとがの違いあります、いや風にとかがの違いがありますだって、両方日本語だから全然違うじゃないか。ブロウィンザウィンドっていうのはやっぱり、風に吹かれてでしょね、だから日本語でもさ、ブロウィンザウィンドってさ、ね、そのブロウィンザウィンドを日本語で歌いますってさ、全部日本の発音でやったらこれは盗作かもしれないけど、ね、その答えは風の中さ、風にが知ってるだけさって言えば、これは外人わかるよね、うん、何ですかそれは、ジャパニーズですって、ジャパニーズラングエッジです、あ、日本語なんだ、うん、その意味は何ですかっていう話であれこんなって言ってて、うん、あ、そうなんですかで終わるけどもさ、ね、だけど、ローウィンザーウィンドウって歌ってて、ね、それ違うもんなんだよな、日本人限定で分かるっていう、そういう部分も確かにあるけども、ね、うん、だからやっぱりそれは、例えば何を歌ってんだろうと考えて、ちゃんと考えて、その詩を日本に当てはめましたって言ったら、盗作じゃないと思うんですけどね。やっぱ和訳とかね、でもそれはやっぱりちゃんとだから和訳してもいいよってディランが言ったらさ、それは和訳もするさ、ね、というか和訳でもいいと思うけどね。でも和訳のような歌ってのもあるからね、和訳というか和訳をしますっていうか、どんな歌を歌ってるのか、でもそれを日本語でやりますっていう、そこの部分っていうのはやっぱり、まあ、それなりに評価してもらいたいとか上げたいというかね。
だパロディとか笑いなんか大体そんなもんやけ、みんなね、うん、日本のテレビ番組なんかみんなそうやん、クイズさ、タイムショックとかさ、いろんなもの全部向こうにあるからさ、ね、まあ、パクってるっていうのさ、向こうの番組をそう見ててさ、まあ、あんまり向こうのそういう番組やらないけどね、だってやってもさ、あの英語を喋ってたら全然何が何だか分かんないから、同じものと思えなかったりするわけじゃん、まあ、いや似てるもんっていうのはあるかもしれない。そっくり賞でも何でもそうだけど、大体みんな世界各国考えること一緒だからさ、うん、ね、多分そうだと思うし、だから、まあ、そういうことをね、まあ、いろいろとぶつぶつ言って、ね、いるわけですけども、まあ、風が吹いてる。こういう話っていうのは、やっぱりたまにはちゃんとやっておきたいから、こうやってやってるんだけど、大体風が吹くのね、ビュー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 吹くんですね。そのわけは風の、なんかさ、風に聞いてくれよ、みたいなね。ああ、いや、ほんと、ね、あの、僕たちももったいないし、もうね、本当に毎回毎回、あと何回やれるかなと思いながらさ、もっとやれればいいなと思いながらやってるから、ついついさ、ちょっとね、残念だと思うけどさ、本当だから、ね、やっぱり、できれば、1万回ぐらいやりたいね。でも、ちょっと今から無理か。ね、だって2000回もさ、頑張ったらできると思ったけど、なんか、結構きついよね。あと、312回か。ね、1年丸々っていうのが、ね、まあ、根性入れれば1年で毎日やってればできるかもしれないけど、なんかね、毎日やっても面白くないと思うんだ、多分。同じことばっかり。今日はね、6度だったよ、気温の話とかね。今日はもう本当にもう熱中症になるかと思ったよ、同じ話ばっかりになってね。まあ、基本的には大体1年を繰り返すんで、同じ話ばっかりになるんだけども、なんとなくね、ちょっとね、寂しいものがありますな。まあ、そんなこと思いながらね、とりあえず、あと少し、ね、まあ、ね、本当に。いやでもね、本当ちょっと寒いなって感じ。あ、それと、言ったっけ、俺ももう健康症になりそうだからね、あれだけですよ。今日、さっきこれ見ましてね、今年初めてじゃないかな、多分転んだ。で、この前転んだのが確か去年の秋ぐらいだったんですけど、その時はおでこすりむいちゃったりとかさ、で、手が腫れたりとかしたんだけど、今回はもう、今のこの道で、ここの道で転んだんですけど、結構ね、コンクリートとかさ、そういうのがね、裸になって出てて、それがもうデコボコになってるんですよ。そういう場所がね。で、これちょっと足、ね、つまずいたら転ぶなーなんて思いながらゆっくり歩こうと思った矢先につまずいてるから。ね。だからまあ、ある意味ゆっくり歩いてたから、まあ、手がちょっと、手をね、ついてっていうね、ここはやっぱりね、運動神経ですよ。ね。運動神経で。あと、なんだ、運動神経といえばね、カムカムですね。カムカム新小股でね、まあ、だいたい1ヶ月1回ですけどね、健康体操みたいな、ココア体操ってやったんですよ。これのあれだね、もしかしたら、これが、効いてるな。うん。だから手怪我して、手をちょっと、すりむいたぐらいでね。うん。あとは他のとこ全然 OK なのね。で、あ、やばい、いつも思うのはね、転んだ瞬間に、あ、ジーパンまた穴開いちゃって、ね、普通に履けなくなるわってね。まあ、いつもプライベートでさ、ちゃんとね、人と会ったりなんだりするときは、ちゃんと穴の開いてないジーパン履いてるんだけど、プライベートのときはもう、ね、そこだけ穴開くからさ、要するに膝ね。まるで子供みたいでしょ、ね。うん。だからまあ、それでちょっと、また1枚、やばいな、残り何枚あるんだろう、ちゃんとしたやつとか思いながら転んでたからね。で、まあ、そんな感じでね、年を食ってくると本当転んで怖くてね、今日も、だから、腕とか折れてないかなとかって思ってるんですけど、まあ、全然、もう腕にちゃんとできてたんで、まあ、擦り傷ぐらいのもんで終わりじゃないですか、ね。まあ、そんな感じでね、相変わらずで、やっております。桜もまだこの辺でちょこちょこっとね、まあ、パラパラ落ちてることは落ちるんですけど、もう少し頑張れるかな。まあ、週末、もしかしたらうまいことって見れますね。でも、まあ、そこら辺までが限度かな。それからまた素敵なゴールデンウィークに向かって突っ走るって話になってくるんですけどもね、多分ね。まあ、だから結構ね、いろいろとバッチリとやっていかなきゃいけないな、ということは思っておりますけどね。うん。はい、ということで、とりあえず天空橋の大鳥居に、挨拶決めて、それで、お家に帰ろうと思ってます。ふらふらとね、羽田。ね、なんだ、まあ、いつもの通りね、帰り道は遠かった。来た時、来た道よりも遠かった。ちょっとビューです。ね。うん、まあ、そんな感じになって、まあ、今日はそういう日だろうなって思ってたんで、まあ、これだけ天気良ければね、ちょっと風があって寒いけども、まあ、グッドデイズですよ。素晴らしい一日。ね。ワンダフル、What's a wonderful day? これ、大体外人に、今日はいいじゃない、What's a wonderful day? って言っても外人さっぱりわかんないんだよね。俺は英語喋ったつもりなんだけど、やっぱり全然英語になってないんでしょうね、多分ね。うん。まあ、それはいいとして、まあ、どうやってコミュニケーション取るかっていうのは、それは問題ですけどね。とか言いながらね、コミュニケーション取れるっていう場合もあるけど、まあ、まあ、いろいろとありますが、とりあえずは、今日はこの辺で終了しましょう。ボツにならなければ、とっても素敵なライブだったと思いますけどね、自分ではね、面白いというか、自分で一人で笑ってりゃいいんですよ。うん、でもやっぱそれじゃいけないなとかって思ってるんですけどね。ということで、天空橋前からお送りしました。天空橋は見えないですけどね、ここからはね。いや、軽いってね、てっぺんは見えてるんですけどね、国旗がはためておりますそこは見えるんですけどね、
まあ、そんなもんでございます。今日も本当にありがとうございました。暖かくなりました。ね、みんな楽しくね、俺も楽しいっていうか、本当楽しくやりましょう。ね、みんながハッピーデイズでありますように、素敵な一日でありますように、僕もね、本当に素敵な一日だったんですね、午前中はね。これからどうなるかわからないですけど、うん。ということで、ありがとうございました。それでは。